い、どうも車買うチューバーワンサクチューブです。今回はやってきました八丈島初上陸ということで、スバルの SUV で遊ぼう八丈島試乗会参加させていただいております。いや超絶景ですね。八丈島初めて来ましたけど、日本じゃないみたいな景色が広がってます。日本全国47都道府県を巡る車旅番外編ということで、今回の旅車はですね、スバルのクロストレックツーリング AWD ということで、私もねクロストレックのリミテッドには乗ってますが、今回の旅車は後方車のツーリングという、グレードになります。このオフショアブルーのねエクステリアもいいですよね。車両本体価格は288万2000円となっています。で、私が乗っているリミテッドの AWD が328万9000円となっていますので、それよりはね40万円安いぐらいのプライスになってますので、まあ、こっちでも十分かなと思える魅力があります。じゃあそのね魅力をレポートしていきたいと思いますが、クロストレックの、いろんなグレードの見積もりはねブログでまとめていますので、下の概要欄トップコメント固定で貼っておきますので、込み込み総額いくらになるのかとか、オプション何つければいいかとかブログをねチェックしてみてください。それではエンジン始動してみましょう。ポチッ。はい、キャシャシャドゥルンという音とともにですね、2リッターの E ボクサーですね、水平対向エンジンにマイルドハイブリッドが組み合わされているのが E ボクサーですけども、私ね今クロストレック所有してもう1年3ヶ月ぐらいになりますけど、乗るたびにね E ボクサー E ゾウジさんになってるんですが、本当にいいんですよ。じゃあねその良さを語っていきたいと思います。今ですね八丈島のおっちょが浜という絶景スポットからスタートしていきたいと思います。後でねまたここに戻ってきてちょっとバーベキューをゼミッタさんと食べるというね、企画がありますんで、そちらもねぜひお楽しみいただければと思います。それでは出発していきましょう。とその前に、そういきなりちょっと残念ポイントになりますけど、スバルの試乗会で申し訳ないですが、ちょっと忖度なくいきたいと思いますが、スバル発車の儀というのがねありまして、やっていきたいと思います。この車のメニューからですねオートビークルホールドをオンにして、地図に戻ってくるというこの3アクションが必要というのが、まあ、私毎回ね乗るたびに言ってるんですけど、レヴォーグの C 型以降とかねアウトバックの、現行型とかね、D 型私が乗ってるのとかはですね、オートビークルホールドっていういわゆるブレーキホールドはですねナビの画面に、露出するようになりました。ただこちらのクロストレックはまだ露出してないので、このねメニューから呼び出して3アクション地図に戻ってくるまで必要と。このホーム画面でもオートピックルホールドを露出はしてるんですけど、結局ホームを押してオートピックルホールドをして地図を戻るという3アクション必要なんで、これがね、なんかオンラインアップデートとかでもディーラーさんのアップデートでもいいから変わるといいのになと思うところですね。じゃあそれでは、走り始めましょう。行ってきます。はい、今ですね八丈一周道路という道を走ってますが、いやー気持ちいいですね。交通量も少なくて、八丈島はあの山とこう海の距離が近いというんですかね、割と崖みたいなところを道が走っていくんで、左手を見れば山が見えると、で右を見れば海が見えるというようなコースが多いんですが、とてもねドライブするには気持ちがいいですね。そして八丈島の車はみんな品川ナンバーなんですね。これ面白いなと思って、なんかみんなレンタカーなのかなと思ったら、ここ東京都だから八丈島の車は品川ナンバーになるんだっていう、そういうちょっと面白知識が身についたという感じですが、で、こちら今乗ってるクロストレックのツーリング AWD ですけど、まあ、乗るたびにね本当クロストレックはいいなって思ってるんですが、先日もねクロストレック、レヴォーグ、アウトバック3台買って比較というね、私ぐらいしかそういう企画できないんじゃないかと思いますが、そういう動画も出しました。その中でも言ってますが、クロストレックはね走りがいいんですよ。でこの2リッター E ボクサーすごい個人的には好きで、こうマイルドハイブリッドなんですよ。なのにモーターで走れる領域が広いという、なんかね他にはないマイルドハイブリッドになってるんですよね。ストロングハイブリッドって言ってもいいぐらいじゃないのって思うぐらい、モーターだけでアクセル回路を 15% 未満ぐらいまでで抑えて走ってると、30キロぐらいまではモーターだけで加速できるぐらい、結構ね EV 走行の領域が広いマイルドハイブリッドになってるんですよ。そういうマイルドハイブリッドって他にないなって思うのと、そして2リッターのボクサーエンジンっていうのは
水平対向エンジンですので搭載値が低いと、そういった低重心も効いてなのか走りはすごくね上質で、乗るたびにうなるっていう感じですね。で今も EV で走ってるんですよ。だからタコメーターが0を指しています。で EV というインジケーターがついている感じになってますが、今エンジンかかりましたけど、結構ね減速をしている時とかはですね、もうすぐに、あとコースティングですね、アクセルを踏んでない完成走行をしている時はエンジンもオフになってですね、モーター単体で走れる領域が広いんですね。ちょっと今試しにやってみましょうか。一回止まります。はい、エンジン止まりました。そして、モーターだけで走り始めますが、はい、まだモーター、まだモーター、はい、時速10キロ、まだモーター、20キロ、まだモーター。今下り坂なんで余計ですけど、ずっとモーターで走れてるんですよ。今25キロ、26キロ、28キロ、29キロ、30キロ、まだモーターですね。ちょっとねクロストレックの話の途中ですけれども、恨みが滝というのがねこの辺にあるそうなんで、ちょっと寄り道をして、せっかくなんでね八丈島、車旅もね、していきたいと思います。はい、今ですねちょっと道中だったんですけど、恨みが滝というのがあったんで、ちょっと脇道にそれてね、散策してみました。いやなかなかいいところでしたね。もう本当に原生林という感じの、山道というかですね、そこを入っていってですね、林道に入っていって、かなりね南国の雰囲気があるこう林を抜けていきまして、シダとかねあんまり埼玉住んでると見ないですからね、そういうシダ植物とかそういうのが、苔とかがすごい綺麗 でその、道をですね、5分10分進むとですね、恨みが滝という滝に出てくるんですけど、まあ、滝の裏側を見れる滝ということで恨みが滝という名称ですけど、昨日ね雨が降ってたんですが、そこまでなんか水量がなくてですね、ポチャポチャポチャぐらいの感じだったんですけど、その滝の裏側をね歩いて抜けることができましたが、いやなんかね本当に獅子神の森って感じでね、ジブリに出てくるような素敵な雰囲気の森でしたね。恨みが滝、いやいいと思います。八丈島行ったらね見といてもいいと思う。でなんかハート岩みたいな名物みたいなのがあるって書いてあったんですけど、まあ見ようによってはハートかなっていうような感じでしたが、いやでもね結構苔の小石とかもね、あのなんか手すりのところに置いてあったりとかして、いやなんかねアーティスティックな、とっても気持ちのいい、空気も美味しかった、うん、恨みがたきでした。いやここからさらにねちょっと走らせていきたいと思いますが、やっぱねワインディング、こういうねワインディング走っててもクロストレックいいですね。で本当乗るたびにねいいなって思ってて、輸入車とかそれこそゴルフとかそういうような C セグメントのハッチバックと比較しても全然負けてないっていう評価を以前ね私の自分の車でしましたが、こういうワインディング走るとよりそれが感じられますね。っていうのもやっぱりこちら2リッターのボクサーエンジンを積んでますので、水平対向エンジンですね。なので、重心高が低いんですね、エンジンの搭載位置の。普通のね、エンジンってこうやって縦に動きますが、ボクサーエンジンはねこうボクサーがね、ボクシングをしているように左右からねこういうふうにシリンダーが動くので、天地方向に高さが低い、エンジンになってます。その関係でですね重心高も下がるということで、こういうワインディングとかを走った時に振られないというメリットもあります。でそれに、e ボクサーという名前がついているようにハイブリッドが組み合わされると、先ほども言いましたけど、モーター単体で走れるね領域も広いですし、さらにね発進加速の時とかもモーターでグイッと、後押ししてくれるので、スムーズに発進することができる。その辺がなんかねクラスを超えた上質感があるなと思うところなんですよね。でハイブリッドといえばねプリウスとかトヨタがね THS2 と呼んでいる、ストロングハイブリッドありますが、あれにもね負けてないですね。 e ボクサーの方がまあエンジンで走ってる仕事率は多いんですけど、それゆえにですね回転フィールがすごく上質であったりとか、あとこちらパドルもついてます。このようにパドルで、減速をしたり変速をね下げて、エンジン回転高めに、保つように走ったり、あとさらにですね、SI ドライブついています。インテリジェントとスポーツというふうに切り替える、モードですけれども、 S モードにして、走るとよりスポーティーな走りが楽しめる。今 S モードにしました。でエンジンの回転数がね待機回転数が高まって、走っていきますが、このパドルでね、擬似的に
ステップが切ってあります。組み合わされているトランスミッションはリニアトロニックというスバルの CVT となっていますけども、こちらのリニアトロニックはですね、本当に名前の通りリニアのトロニックで、 CVT っていうといわゆるラバーバンドフィールと呼ばれるような、こう回転数だけ先にうなって上がるけどスピードが伴わないみたいな、まあゴムバンドでねつながっているような、そういうフィーリングが嫌だっていう方もいると思うんですが、スバルのリニアトロニックはかなりですね、アクセル回路に対する車速の伸びがリニアなので、 CVT っていうのはね忘れてしまうぐらいですね、うん、いや走りはね本当乗るたびいいなって思う。でね、静かなんですよ。それがね、なんか上質感があるなっていつもね感心するところなんですよね。じゃあインテリジェンスに戻して、また走っていきましょう。はい、間もなくですね、末広温泉見晴らしの湯という温泉があるんですが、なんか眺めがいいということなんで、ちょっとね入れたら入ってみたいなと、せっかく八丈島まで来たんで入ってみたいなと思うんですが、なんか混浴かもしれないということで、水着着用らしいんで、水着がもし売ってなかったらちょっと諦めて帰っていきたいと思いますが、見晴らしの湯ちょっと見ていきましょう。ちなみにですね、先ほどの恨みがたきのところにも混浴のですね、温泉があるんですが、ちょっと覗いてみたんですけど、本当に降りてったらすぐ温泉って感じだったんで、あそこも水着着用だったので、あれは持参しないといけない感じだったので断念しました。だから車で水着に着替えたりとか、トイレが、隣にあったんで、トイレで水着に着替えて、入るというような恨みがたきの湯だったんですけども、今回の見晴らしの湯は水着貸してくれるかな、ちょっと行ってみましょう。はい、今見晴らしの湯行ってきたんですけど、なんと本日定休日ということで残念、入れませんでした。いやしかし絶景ですね。見晴らしの湯は残念でしたけど、八丈島の景色を堪能してクロストレックツーリングのね、ちょっと内外装を撮ってきました。で改めてねクロストレック紹介しておくとね、やっぱコンパクトなサイズ感っていうのがね、やっぱ取り回しが良くて、その辺がね便利に使ってるんですよね。何気に全幅も 1.8 しかないので、駐車場でねドアパンチとかされるリスクも少ないですし、全長もね 4.5m そこそこということで、まあ本当に C セグメントというゴルフとかね、それこそまあインプレッサーはクロストレックとね、兄弟車ですけども、そのぐらいのサイズ感となっています。まあ、それでいてねこのタフな見た目になっているのがまあ人気の秘訣ですけども、最低地上高とかもね20センチの高さが確保されているので、まあ、さっきもねちょっと恨みの滝のあたりとかも砂利のところの駐車場だったんですが、まあ、ちょっとした悪路でもね難なく、走ることができると。でしかも今回ね借りてるのは AWD ですし、私が、購入したのもね、リミテッドの AWD ですが、やっぱスバルといえばね四駆ですよね。でもちろん雪国での性能も高いですが、まあ、砂浜行ったりとかねアウトドアのこう砂利道走ったりするようなシーンでも、まあ、このねシンメトリカル AWD はね、重心高も低く安定していると。でねこちらのクロストレックであればですね X モードも用意されてますんで、スノーダートディープスノーマッドとこういうね3つの、あとノーマルを含めてね、3つの X モードが用意されているというのもね頼もしい限りですよね。結構ねやわななんちゃって SUV だとスタンバイ式の四駆とかで最低地上高も実はあまり高くなくて、ちょっとしたコンビニの段差とかでもねフロントリップすっちゃったなんてこともありますが、まあ、こちらのスバルのクロストレックであればですねフルタイム四駆かつ、最低地上高、アプローチアングルデパーチアングルもしっかり確保されているので、まあ、アウトドア需要とか雪国のね需要とかでも応えられるアクロ走破性能も有しているというのはいいですよね。でねルーフレールもついているし、ラゲッジもねコンパクトなボディサイズの割にはですねしっかりとラゲッジも容積確保されているので、アウトドアとか、ウィンタースポーツとかマリンスポーツとか使うんでも積載性も良いよという、まあ、バランスのいい車になってますよね。そしてやっぱスバルといえば安全性能ということでアイサイト搭載されています。まあ、アイサイト X はないのでハンズオフこそできませんが、まあ、昨今求められるような、全車速追従のアダプティブクルーズコントロール、レーダークルーズコントロール、さらに全車速対応のレーンキープ、これもついてますんで、結構ねライバルの C セグメントの車とかだとね60キロ未満とかだと
レーンキープしないとかっていう車もあったりとかしましたが、そういうところでも抜かりなしとなっています。でオプションにはなりますけどね、360度カメラも用意されてますしね、結構ねバランスがいいんですよ、クロストライクは。で特にやっぱこのツーリングはいいと思います。価格もねこなれてるし、今ねこう何気なく走ってますが、17インチのタイ&アルミホイールが装着されてるんですよ。リミテッドになると18インチになるんですけど、こちらのツーリングでは17インチと。でしかもね、ダークメタリックの塗装されていて、このホイールのデザインぶっちゃけ17インチの方がいいんじゃないのと思うぐらいの好きなデザインですね。乗り心地もいいですよ、マイルドマイルド。はい、目の前がですね海なんですけど、ここでバーベキューをするということで、すごい絶景ですね。八丈島いいな。でちょっとここで、沖取りができるみたいなんで、結構なねここ急斜面になってますけど、まあ、クロストレックだったらねアプローチアングルもしっかり確保されているので、こういうねところでも物ともせずに登っていくことができると。はい、バーベキュー場到着ですね。はい、ということで今回は、ゼミッタさんと、はい、一緒の枠だったので、はい、こんにちは、ゼミッタです。ゼミッタさんの方の、動画にも多分私出演してると思いますけども、今回ちょっと私の方で、ちょっと対談というか軽くちょっとお話をね、はい、させていただければと思いますけど、試乗会でお会いするのって結構枠一緒だと久々ですよ。そうですね、結構スバルさんのやつでも日にちが違うとか、そうなんですよ、結構あったりとかして、まあ、現場ではねたまにお会いしてますけどね、また近々ね、現場でお会いする予定もあるんじゃないかなと思いますけど、はい、まあそれはちょっと動画になるか分かんないですけどね。そうですね、はい、まあ、今回ちょっと久しぶりに2年ぶりぐらいのコラボということで、はい、前回支援団の時とかでしたね。支援団、はい、もうだいぶ前にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。そうですね、最近どうですか YouTube は。いやー、絶好調でございます。お、絶好調ですか。いやー、素晴らしいですね。やっぱり絶好調って言ってるとまだ絶好調になっていくので、まあ、そうですね、私も引き寄せの法則は信じてるんで、いつも最高なんですけど、まあでも本当こう右肩上がりで、ありがたいことに皆さんにも多く見ていただいて、おかげさまで車も最初は1台だったのに、気づけばもう8台9台。おお、素晴らしい。全然追いつきませんけども、まあ、買えばいいってもんじゃないですから俺が言うなっていう話ですけど、まあ本当ね、何台でしたか。今23台ですねまもなく24になっちゃうかもしれないっていうところですけど、それまでに売却できるかどうかっていう、とこですけどね。ワンソクさん的に新車、まあ僕ら新車ばっかり買うじゃないですか、じゃなくて中古車も含めた時に欲しい車ってあります？あ、中古車はね今ちょっと実際コンテンツとして考えてます。ああ、やっぱりそうなんや。ただやるかどうかは分かんないですけど、まあなんか絡めてやるかもしれないですね。その何百万円で買うなとか。じゃあ興味のある車はあるんですね。まあ買った車かもしれないですしね。もう一回買うとかね。あ、なるほど。じゃあ300万円で買える今おすすめの車だったら200万円だったらとかっていうコンテンツとして実際に買ってみてどうかとかっていうことはあるかもしれないですね。なるほどね。まだ全然わかんないですけどね、ま、やるかどうかもわかんないんで、ただ考えてはいるぐらいな感じですかね。いや、僕は逆に結構中古車は興味があって、なのでまあその別チャンネルで作るとかではないですけど、そういうコンテンツは今のチャンネルでもやりたいなとか、まあこの前実は旧車も借りましたけど、なんかね新型車だけじゃなくていろんなこう変えていかなあかんっていう部分がありますから、
それで中古車行ったり旧車行ったりやろうかなって。なるほど、はい、その辺もちょっと注目ということですね。グッドカーライフちゃんという、はいはい、ワンソクチューブとどう違ってくるところなのか被るのかどうかっていうところはご期待いただければと思います。そうですね、はい、じゃあそんな感じでちょっとだいぶ長くなっちゃいましたけどもそうですね、はい、ちょっと喋ろうって言ってると結構長くなっちゃいますね、はいはい、じゃあワンソクチューブでゼミタさんの出てて、ゼミタさんの方の、はい、グッドカーライフチャンネルで、私の方の喋りも出てますんで、はい、そちらも見ていただければと思います、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、といった感じでね、八丈島を巡る、クロストレックの車旅番外編でしたけども、やっぱりね、スバルの車いいですね。なんかどこへでもこう物おじせずに連れて行けるっていうこの信頼感、悪路走破性とかですね。でこのクロストレックは特にコンパクトなサイズ感がこうストレスフリーでね、どこに連れて行くにもこういう細い道とかね通るのでもストレスにならないですし、ちょっとしたね悪路があってももう物ともしない、走破性もあると。で安全装備もバッチリとなっているので、やっぱりねバランスがいいですね。本当になんかこういうねアクティビティと絡めた時のスバルの車のこう見栄えっていうのもすごく良いなと思いましたし、今回ね私は自転車のねアクティビティは堪能しなかったんですけど、自転車がね積んであるクロストレックとか見てもかっこいいなって思ったし、まあ、そういうねアウトドアにあってこそスバルの車っていうのはね映えるんだなって改めて思いました。改めてねクロストレックとか、他のスバルの車もね、選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。車でも何でもね欲しいと思った時は快適ですからね、好きなものを買ってゲットしていきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車かチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。